開します。この際767東海上部についている白と黒の円盤状の物体にご注目ください。機体であり、いいですか、世界にたった4機です。しかもここ浜松にしかありません。最大速度はなんと時速800キロ、燃料は機内にドラム缶500本分を搭載し10時間以上も飛ぶことができます。燃料を満載すると総重量はなんと170トンにもなります。連続します。